俺は現20代後半の働き盛りリーマンだ。今日はこれから職場の飲み会だよっと。俺には保育士をしている彼女のソラがいる。私はソラ。わかった。飲みすぎないようにね。見てパー。ソラは子供とカッパが好きで結婚願望が強いタイプだ。できれば20代のうちに結婚して子供を見たいなと言っていた。部署移動して残業ばっかだし、自分で家事する余裕ないしな。そろそろ結婚するかな。おい、ゲン飲んでるか。何考え込んでんだ。おい、エンジ部長。いや、俺もそろそろ身を固めないとなって思いまして。おお、結婚か。今付き合ってる子はいるのか。ええ、まあ。それなら、いろんな女と付き合ってきた俺からありがたい助言をしてやる。いいか、鉄。世の中には結婚に向かない女ってのがいるんだ。そういう女と結婚すると地獄だからな。慎重に見定めなきゃダメだぞ。それはどんな女なんですか。とりあえずこれが結婚しちゃいけない女のガイドラインだな。準備がいい。上からチェックしていくよ。母子家庭育ち、借金経験あり、夜の仕事フリーや、上経験あり、家事が下手、手抜きする、病気がち、専業主婦希望、貯金ができない、男から DV やストーキングをされた経験あり、男遍歴が多い、過去5人以上、喫煙者、一人飲みする、就労、一人暮らし経験なし、家族と極端に仲がいいか極端に仲が悪い、他人に影響されやすい、愚痴が多い。全て園児個人の見解であり、この動画はフィクションです。なるほど。帰宅した俺は早速そのガイドラインにソラが当てはまらないか考えてみた。すると高校生の時に父親が急性、母子家庭育ち、通勤のために車をローンで購入、気持ち、大学生の時に居酒屋でバイトをしていた、やだ仕事、繁忙期に疲れたと家事を貯めることが多い、家事を手抜きする、子供が幼稚園に入るまでは専業で育てたい、専業主婦希望。結構当てはまるな。以前に上司からのストーキングで退職、ストーキングされた経験あり、盆と正月は実家に帰る、実家に依存しすぎ、その度に兄の息子におもちゃを買う、ブラック、仕事疲れたなどのメールをしてくる、違う、今年流行色のコートを買った、何に影響されやすい、保育園の子供から移ったと風邪をひく、病気がち、おいおいおい、10個もチェックついちまったよ。なんだよ、あいつめちゃくちゃ地雷物件じゃねえか。こんな女と結婚するとこだったなんてゾッとするわ。よく考えたらカッパ好きとかもおかしいもんな。私はスラー、これはパー、僕はカッパ。でも今から新しい彼女作って、また年単位で付き合って相性を確かめてってのもめんどくさいしな。翌日早速このことを部長に伝えてみた。カクカクシカとトナカイで10個も当てはまったんですよ。10個ってめちゃくちゃ地雷女じゃねえか。だが結婚前なんだからまだ間に合うぞ。悪い部分を矯正して直してやればいいんだ。それができる男ってものさ。そうか、ソラに悪い部分を直させればいいんだ。次の休日、俺はソラの家を訪れた。ゲイ、いらっしゃい。お腹空いてる？何か作ろうか。いや、いい、ちょっとここに座ってくれ。何何？ちょっと大事な話があるんだ。お前と結婚してやりたいけど、嫁にするにあたって俺にも譲れないラインがあるんだ。でもお前はそのラインをことごとく超えている。結婚？そりゃいつかはしたいと思ってるけど、今はまだそれほど。でもまだ20代前半だし。でも俺はお前にチャンスを与えてやるよ。ここにダメなところを書いておいてから自分を顧みて改めるんだ。改善できたら結婚を考えてやるよ。何？結婚しちゃいけない女のガイドライン？さあソラ、ダメな彼女でごめんなさい。悪いところを全部直して、いい奥さんになれるよう頑張るから、私を捨てないで。ってすがりついてこい。ゲン、おお、なんだ。あなたの自分勝手な妄想には付き合いきれない、別れてください。仕方ないな、これが最後のチャンスだぞ。で、はぁ、別れる？家事も子育ても仕事も完璧にこなして、一切愚痴も吐かず、やましい過去や経験がなくて、誰の影響も受けず、男性経験は少ないのに男の要求を抑えてるような女は存在しないよ。少なくとも私には無理。他を当たってください。はぁ、自分が何言ってるか分かってんのか。ケンこそ自分がどれだけ無茶なこと言ってるか分かってる？かぁ、可愛げのない女だな。もういいわ、お前みたいに欠点だらけの上に向上心のない女相手知らんねえ。別れる。だから別れましょうって言ってるんですけど。結局俺たちはそのまま喧嘩別れすることに。ガラガラガラプシャー。そして3年が過ぎた頃、モナリザ大学同窓会。おい、ゲン、久め。おう、コージか、久しぶり。おお、なんだコージ、お前結婚したのか。ん？ああ、いや、これからな、年明けたら籍入れる予定なんだよ。コージ結婚するの？相手どんな子？写真見せてよ。ああ、いいよ、この子だよ。可愛い子。私はソラ、これはチョキ。僕はカッパ。ゲン、どうした？ちょ、その女、俺の元カノじゃん。ソラだろ。あ、もしかして3年前まで付き合ってた元カレってゲンのことだったのか。お前、ソラみたいな地雷女と結婚すんのかよ。そんなに相手選べないの？かわいそうに、地獄の結婚生活確定じゃねえか。つーか、引き返せるうちにやめとけよ。は？コージの彼女ってなんかヤバい子なの？前にソラから当時のこと聞いたよ。お前の言うこんな女とは結婚しちゃいけないガイドラインにソラが引っかかったから別れたんだよな。おお、そうだぜそうだぜ。結婚しちゃいけない女？何それ、どんなの？何何？仕方ねえな、独身男性諸君、よーく聞いておけよ。これが結婚しちゃいけない女のガイドラインだ。
俺は声高に園児部長から教わったガイドラインを説明した。すると、何それ、あ、仕事疲れたって愚痴も言っちゃダメなの。忙しい時期に家事を手抜きしたっていいだろう。というか妻だけがやるものじゃないし。ストーカーされちゃダメってこっちはどうしろって言うのよ。こっちが悪いわけ。何言ってんだ、そんな女いるわけねえだろ。ケンだって洗濯物溜め込んでるって言ってたろ。言ってて、うるせえ。今こそ仕事の愚痴言いまくってたじゃないか。寿司食べたい。なあ、俺は男だからいいんだよ。家事して育児して男を支えて立てるのがいい女ってもんだろ。いい女と結婚したいってのは全男共通の望みだろうが。あんたが言ってんのはいい女じゃなく自分に都合のいい女じゃん。いや、そんなことは。男女問わず完璧な人間なんていないだろう。お前だって高収入で家事育児も折半してくれて、愚痴一つこぼさず清廉潔白な男でいてって言われても無理だろう。でもお互いの短所や足りない部分を補って支え合うために夫婦になるんじゃないか。少なくとも俺は空とそうなりたいから結婚するんだ。俺は奥さんに空に完璧な女性でいてほしいなんて望まないよ。そもそも俺自身欠点だらけの人間だし。そうそう、大体そんな完璧超人な女がいたとして、平凡な顔で平均な収入で何の面白みもないあんたを選ぶわけないじゃん。最低でも年収1000万くらいなきゃ釣り合わないわよね。え、上司がこういう女はダメだって言うから。なにそれ、あんためっちゃ人の影響受けてんじゃん。バカじゃないの。てかその上司は完璧な奥さんゲットしてるわけ。え、園児部長は確かバツ3で今4人目の奥さんと離婚協議中。あれ、そんだけ心配してるやつの言葉を真に受けてんじゃないわよ。4回結婚できるってのもある意味すごいけど。それね、俺間違ってたのか。ゲン、まあ空のことは忘れて、もっと相性のいい相手を探してくれ。結婚式には呼ばないから。はい。あれからさらに3人。今回も断られた。はい、申し訳ございませんが、先方から条件が合わないとご連絡がありまして。そんな。俺は婚活に失敗、連敗続き、未だ独り身でいる。今になって思えば空が一番いい女だったな。一緒になろう。いいよ。野生の墓地でさえ相手見つかってるのに、俺の未来はどうなるの。知らねえ。モナリザのたわごと LINE スタンプ第2弾発売中。概要欄のリンクから確認してみてね。